ファヤ・ラルジョー、または、ファヤとは、チャド共和国、ボルク州ボルク県に位置するチャド北部最大の都市圏、ボルク州都であり、2008年まで存在していたボルク、エネディティベステ州の州都でもあった都市である。当初は、ファヤと呼ばれていた。この都市は、フランスの軍人、ビクトル・イマヌエル・ラルジョーの名前を取って、ラルジョーに改名された。しかし、チャドがフランスから独立する際に、 現在のファイアラル女王という名に改められた。その後、1975年にリビアアラブ共和国が青蔵地帯に侵攻した際にこの都市はリビアによって占領されたが、1980年に一戦ハブレがこの地を回復した。1983年にはリビアによる再征服を受けるものの、1987年には再回復し、現在に至っている。 1980年代半ばのファヤラル城、ラーフミグ -23ms が見えるほか、左にいる -76md が見える。地下水が存在しているため、この地の主産業は農業であり、ファヤラル城の北には3つの池が存在している。また、この都市には、ファヤラル城空港が存在している。サハラ砂漠内に位置しているため、ファヤラル城の気候は、 欠片の気気候候区分分ににおいて砂漠気候に分類される夏も冬も非常に暑く、最高気温は5月に摂氏44度を記録し、月別最高気温で最低の1月であっても摂氏12度を記録している。降雨量は8月を除けばどの月もほぼ0ミリメートルに近く、その8月であってもわずか18ミリメートルを記録するのみである。相対湿度は 夏の終わりと冬に最高を迎え、8月のそれは午前に66%を記録する他方、秋と冬は低く、4月の午後には17%を記録する。しかしこの湿度の低さにもかかわらず、5月から9月にかけて不快度数が危険域に分類されるほどの高温を記録する。ありがとうございます。